桂木くんの方は最近どうなの？元気してる？はい。なんなら定額前より元気になりました。それはよかった。ん？それはそれでどうなのかしら。濁さず言うわ。危ないからやめなさい。先生。他の生徒から聞いたわ。その場で居合わせた相手にとどまらず、街を巡回して、それらしいトラブルを全部解消して回ってるって。でも先生、私たちは異能取締局に公式な許可を得ています。それでもよ。私はただ正しいからとか、間違ってるからといってあなたたちを止めているわけじゃないの。教師として、守らなければならないから動いている。もう、同じ過ちを繰り返すわけにはいかないの。今話できそうにないよ。お前人間の励まし方知らねえのか。もっと考えて、もっと気が利くこと言って。あ、先生、俺実はずっと先生のことを尊敬してるんです。倉庫で助けてくれた時も。今話しかけてこないで。なんで明日まで泣くの？お前は定額だろ。なんで俺だけ？それにこのペースなら来年は2人とももう一度同じ学年でやり直せる。ああ、そっか。先生、計らってくれたんですか？計らうも何も、どのみち1年の休学は提案したよ。計らずもだ。これ以上桂木が悪さでもしなければな。しませんよ。書類ももらったし、そろそろ私は帰るよ。心身ともに環境の変化に慣れないこともあるだろうから気をつけて。たまには勉強もな。はーい。それじゃ。あと桂木、あれさすんなよ。だからしませんって。教科書はしまってくれ。7時間目の科目はヒーローだ。2人とも準備はいいな。俺が絆の力だって、ちょっとダサかったか。この私に体罰させるなんてね。自警活動。うん。やっ！体借りるわよ。桂木くん。うわ、気持ち悪い。私を切りなさい。うわ、気持ち悪さに拍車がかかった。歯当たる前に体から離脱してくださいね。あら、上出来よ。うわ、今度はこっちから声がする。給付よ。止まりなさい。これが大人の怖さよ。バルチェディアルペジオ。これでフィナーレよ。エクイエム。能力者たちの世界で、ただみんなのヒーローになるだけのその時。一斉攻撃、ブリッジコンティニュー。